それでは、時間定刻を過ぎましたので公開セッションの方を開始いたします。ここからはパウロ・コッタ・ラムジーノパグオシュ会議事務総長にマイクの方を渡します。ラムジーノ、事務総長よろしくお願いします。Thank you very much. ありがとうございます。ここにこうして start the beginning of this conference. 今回の会議の最初のセッションを始めることを嬉しく思います。本会議は硫黄島と長崎でこれから4日間開催される予定です。いくつかの問題を検討することになっています。もちろん主たる問題というのはどのようにして長崎を最後の被爆地をとするかという問題です。原子爆弾が二度と繰り返し使われることを避けるためにどうするのかということです。本会議において一般的な核兵器に加えてどういう軍縮を今進めることができるのか、どのようにこの地球全体を非核兵器地帯にしていくか、いくつか既に核兵器地帯があるんですが、それをどういうふうに地球全体に広げていくことができるのか、そしていろいろ具体的な緊張や紛争が可能性として、これはもちろんそうは望まないんですが、大量殺戮が起こらないようにしていくのか、大量破壊兵器が問題になっている地域も既にありますが、こういった点を話します。それから原子力、核セキュリティの問題、原子力利用の平和利用、特に福島原子力安全性があって、日本にとってはこの原子力の安全性というのは非常に重要な問題であります。原子力エネルギーと核の拡散の問題、不拡散でどうしていくかということも話し合います。また最近イランの核合意が達成されました。その動向についてもお話しすることになっています。こういったプログラムはかなり複雑な内容なんですが、皆さん我々のプログラムをずっとフォローしていただけるかと思いますが、かなり複雑な内容になっております。私の栄誉と義務として日本の東京、また日本の会の皆さんがこういった会議を組織する準備するために多大なご努力をいただきました。非常に貴重な会議となっております。我々は長崎市が特に非常に大きな役割を果たしていただけまして、この会議を今回開催する運びとなりました。私がお話するのはこれぐらいにしましょう。でかなり緻密なスケジュールでした。パグウォッシュのジャケット、私は何も治安部隊ではないんですけれども、そのジャケットを着た人がですね、座席だけを見つけたり、いろいろ困ったこと、例えばどうすればいいのかとか、そういったガスだとかいろんな武器を持っていないのかをチェックするか分かりませんが、スタッフに聞いてください。会議は今から始まります。それではここでパコシュ President ジャイアン・タダナパラ、タダナパラ会長をご紹介したいと思います。また我々の会議のさらなるステップについてご紹介をいただきます。それではタダナパラ会長どうぞ。Mr. Vice Minister of Foreign Affairs from the Government of JapanGovernor of the Nagasaki Prefecture, the Mayor of Nagasaki City, Mr. Undersecretary General from the United Nations, そして国連からの事務次長、長崎大学学長、そしてご来賓の皆様、
また我々同僚のパグウォッシュのメンバーの皆さん、ご参集の皆さん、私はここでパグウォッシュ会議、この61回、こちらの方、パグウォッシュというのは1955年にできたものでありますけれども、今日こちらのこの61回のパグウォッシュ会議に皆様を喜んでお迎えしたいと思います。もう今朝はすでに一つの式典を行いました。これは平和の象徴、つまりパグウォッシュがいただきました。これは1995年にいただきました、ノーベル平和賞のこのメダルのレプリカを長崎の原爆資料館並びに広島の原爆資料館の方に私どもは贈呈いたしました。被爆者の人たちがこの核軍縮をやるためにその絶え間の努力をしてくださったことをこれは検証するものです。私たちこれから会議を始めます。この会議のそのテーマは長崎の声であります。あなた方の人間性を心に留めようということです。今年は国連ができましてから70周年、そしてまた悲しいことに広島長崎で起こった悲惨なことの1945年に起こったあれの70周年でもあります。我々は二度と決してあのような大惨事が世界では起こらないように、それを願い、私たちのこのパグワシ会ができてから1957年できましてから、我々はこの核軍縮そちらの方に邁進してまいりました。でも私たちが私たちのこの努力というのは1955年に遡ります。これはラッセル・アインシュタイン宣言と呼ばれたものであります。これは人間性のつながり、人類のつながり、我々全員がつながっており、世界をこれに今日私たちこの地球惑星に住んでいるものをつなぐ、その哲学、基本的な思想を表すものです。気候変動やあるいは核兵器の使用などにより、この地球が破壊されてしまわないように、そのために全力を尽くすものです。それからまたノーベル平和賞がパグウォッシュに授与されてから20周年にもなります。このようにいろいろなアニバーサリー、ここにこれを記念いたしまして、ここ長崎でこの会議を開きたいと思ったわけです。パグウォッシュジャパンの方々に、特にこの長崎のパグウォッシュの方々にこのような会議を設営してくださり、そしてこれが成功裏に運ばれるように努力してくださったことを感謝いたします。では次にキム・ワンスさんにお願いをいたします。国連の事務総長からのメッセージを読んでいただきます。バンキームーン、バンキームーン事務総長からのメッセージ、どうぞ事務次長を読んでください。Thank you, Mayor Tawe. Tawe 市長。Vice Minister Kikawada, Kikawada 政務官、President Danapala, Danapala 会長、and Secretary General Kota Ramusino, Ramusino 事務総長、It's my honor to read the message from the Secretary General Ban Ki-moon of the United Nations. Ban Ki-moon 総長のメッセージを代読させていただきたく思います。Now the message we read as follows. 次のような内容です。引用です。私はこのメッセージを送ることを嬉しく思います。第60回パグウォッシュ会議世界大会に向けてのメッセージを配信します。皆さんのこの長崎という重要な開催場所を選択されたこと、人間がいかにレジリンスを持って悲劇を克服なさかったという象徴的な都市であります。これまで被爆者の皆さんが日本に対する核の攻撃を生き続けて、力強いその提唱の活動を続けておられました。
I have repeatedly challenged世界のリーダーに対しこういった勇気ある被爆者の皆さんの力でもって核のない世界が到達できるように勝利をしました。またフランシスコ皇が国連に9月に訪問なさいました。その列を持ったスピーチの中でロム法王はグローバルアジェンダとして我々の努力を支持するとおっしゃいました。さらに法王は国際社会に対し平和と安全のために戦う、その態度はいつも紛争の場にある人間の顔を忘れるなということをおっしゃいました。今年はそして最後の核兵器が使われたから戦争時に70周年になります。さらに今年は国連創設の70周年でもあります。まさに今こそ我々反省しアクションを取るべき時期です。国連はこれまでうまくビジョンを持って2030年のアジェンダを採択いたしました。それプラス意欲的であるが到達可能な持続可能な開発目標を採択しました。本当に変化を促す進展を目指す、それによって普遍的な意味のある気候変動の条約をパリで置かれるにおいてもこの12月の気候変動枠組み条約の会議で討議をすることになっています。現在世界はまた焦点を当て、またその他の実装に関わる問題、核兵器に関する努力のエネルギーを持ち帰っていかなければいけません。最も人類が発明した殺戮の多い兵器です。廃絶のみによって核兵器の人類に対する危険を払拭することができるのです。私は国際社会に対して共通の基盤を見つけ、結束し我々の共有する目標、そして夢である核のない世界を作り出していきたいと思います。こういった努力において我々は非常に価値あるパグワシュ会議の貢献が必要です。その非常に勇敢なミッション、誇るべき歴史を持ってパグワシュ会議を国連は共通の道のり、安全で安心できる持続できる世界を達成できるという旅を支援していきたいと思います。皆さんの会議が成功しますように。ありがとうございました。それではここから私が司会をさせていただきます。パグウォッシュ会議2015組織委員会委員長の鈴木です。よろしくお願いいたします。I have to start with my English first for the Pagoshai. Pagoshai の皆さんのために英語で申し上げます。長崎にようこそくださいました。Pagoshai の皆さん、組織委員会を代表し、第61回の世界大会の組織委員会を代表しまして、いくつか申し上げたいと思います。皆さん全員今朝、目にされました。長崎は特別な市であると。ご覧になったように素晴らしいランドスケープであり、皆さんの中にはすでにおいしい長崎の料理を味わった方もいらっしゃいますね。友人、そして友好な市民、それから西洋と東洋の文化が融合した都市、そして何よりも長崎は原子爆弾を投下された地球上における最後の都市であります。我々はI personally ここの場において、ここに滞在すべきだと思います。1年前に私は東京から長崎に移ったのですが、これまで極めて私にとっては個人的に大きな経験でありました。個人的に研究者として長崎市の市民であるということは特別な経験でした。私は本当に皆さんお一人お一人が同じ経験を持っていただければと思うんです。まあ1週間という短い滞在ではあるんですが、この長崎に滞在し、長崎の体験中に滞在中に私と同じ経験をしていただきたいと思います。歓迎申し上げます。それでは日本語で申し上げます。私のメッセージをお市民の皆さんにお伝えしたいので日本語で失礼します。長崎市民の皆様、また一般参加者の皆様、
第61回パゴボッシュ会議世界大会へようこそいらっしゃいました。この大会は被爆者の皆様の核廃絶への熱い思いと、そして長崎市民皆様の温かいご支援のおかげで実現することができました。改めて皆様に心からお礼申し上げます。この大会を長崎に誘致したことを決定した経緯ですけれども、3年前私はまだ東京にいたんですが、3年前長崎大学に核兵器廃絶研究センターレクナが設立されたということが大きなきっかけとなりました。私自身そのニュースを聞いて、すぐに当時の梅林博道センター長にパゴボッシュ会議の長崎への誘致の可能性をお願いし、それがきっかけでこのお話が始まりました。3年前ちょうどダナパラ会長ともこのお話をさせていただいて、パゴボッシュ会議側も非常に前向きに考えていただきました。その後縁があってですね、私自身がレクナに着任することになりまして、その後は、調べ副学長にトルコの全大会に行っていただきました。それから片峰学長、田上市長、中村知事、それぞれトントンと心よくご協力のご開拓をいただきまして、この今日を迎えることができました。その間多くの方々に支えられてきました。吉川博之先生をはじめとするパゴボッシュ会議、日本パゴボッシュ会議の諮問評議会委員の皆様、それから外務省をはじめ、講演をいただいている皆様、そして特に地元の長崎で寛大のご支援をいただきました今日前の方にいらっしゃってますけれども、皆様にもこの場を借りて厚くお礼を申し上げたいと思います。最後になりましたが、先ほどブルージャケットの話が出ましたが、今日一日、皆さんのお手伝いをしていただいている方々、長崎大学の方々、長崎市の皆様、それぞれボランティアで働いている方々、その方の方々が運営を手伝っていただいております。何かご質問がありましたら、ぜひその方々に聞いていただいて、お礼を言っていただければ幸いです。それでは会議を始めたいと思います。Now, let the conference begin. それでは会議を始めたいと思います。一緒にこれからいろいろ討議をし、革新的なアイデア、いかに我々が究極的な目標である核廃絶へ向かっていけるのか、戦争をなくしているかということをアイデアをディスカッションし共有していきましょう。どうもありがとうございました。それではここからですね、メッセージが特別来ておりますので、安倍首相のメッセージを組織副委員長の高原先生からご紹介していただきます。高原先生、お願いいたします。謹んで代読させていただきます。第61回パゴボッシュ会議世界大会の開催にあたり、心からお祝いを申し上げます。これまでパゴボッシュ会議では、核兵器の拡散を防ぎ、核兵器廃絶の早期実現を目指す具体的な道筋と目標を見定めるために、さまざまな意見交換が行われ、具体的な提言が行われてきたと承知しています。本年は被爆70周年であるとともに、パゴボッシュ会議発足のきっかけとなったラッセル・アインシュタイン宣言から60年の節目の年でもあります。このような年に被爆地長崎において会議が開催されることは、世界の著名な科学者や専門家の皆さんが被爆の悲惨な現実に直に触れ、核兵器の非人道的影響の正しい理解につながるだけでなく、被爆地から核兵器のない世界に向けた新たな提言を国際社会に力強く発信するという点でも大変大きな意義があります。本年5月に行われた核兵器不拡散条約 NPT
運用検討会議では残念ながら最終合意に至らず、将来の核軍縮不拡散の指針を示すことができませんでしたが、本会議を機に核兵器のない世界に向けた機運がさらに高まることを期待しています。私は被爆70年の本年8月6日および9日原爆犠牲者慰霊平和記念式典出席のために広島と長崎を訪れ、改めて平和の尊さをかみしめ、唯一の戦争被爆国として非核三原則を堅持しつつ核兵器のない世界の実現に向けて国際社会における核軍縮の取り組みを主導していく決意を新たにしました。来年日本は G7 議長国となり、4月に広島で外相会合を開きます。我が国としては核兵器国と非核兵器国双方の協力を引き続き求めつつ、核兵器のない世界の実現に向けて一層の努力を積み重ねていきます。最後に被爆地長崎において参加者の皆様が被爆の記憶を風化させない、核廃絶を成し遂げたいという被爆者の強い思いを世代と国境を越えて継承され、核兵器のない世界実現に向けた有意義な議論が行われることを期待します。また今次会議の成功と参加者の皆様のますますのご健勝をお祈りし、私の祝辞とさせていただきます。平成27年11月1日日本国内閣総理大臣安倍晋三。Good afternoon, ladies and gentlemen. 皆様こんにちは。私は長崎県知事の中村報道でございます。それではこれからは日本語でご挨拶をさせていただきます。本日第61回パゴシュ会議世界大会がジャヤンタ・ダナパラ会長をはじめ各国政府科学者の皆様並びに多くの関係皆様方のご列席のもと、ここ長崎において盛大に開催されますことを心からお喜び申し上げます。また国内外から遠路ご参加をいただきました皆様方を心から歓迎申し上げます。1955年のラッセル・アインシュタイン宣言を契機として始まりましたバグウォッシュ会議は今回61回目を迎えておりますが、この間対立を超えた対話を通して CTBT や NPT などの立案や成立に大きく貢献され、1995年には核兵器の廃絶を目指す長年にわたる努力が評価され、ノーベル平和賞を受賞されたところであります。これまでのパゴシュ会議のご功績に対し心から敬意を表する次第であります。今年はラッセル・アインシュタイン宣言から60年、ノーベル平和賞受賞から20年目の記念の年にあたります。またここ長崎は被爆70年という節目の年を迎えております。こうした節目の年に被爆地長崎において世界各国から多くの参加者が集い、パゴシュ会議世界大会が開催されますことは大変意義深いことであり、心から感謝を申し上げる次第であります。さてご承知の通り、ここ長崎では70年前の8月9日浦上の上空で1個の原子爆弾が炸裂し、強烈な熱線と爆風、大量の放射線は7万4000人もの尊い命を奪い、町を破壊し焼き尽くしました。それから70年、甚大な被害を受けた町は今日では
平和を願う美しい町に生まれ変わりましたが、かけがえのない家族を亡くされた人々の悲しみは今なお深く、多くの方々が後遺症に苦しんでおられます。被爆者は平均年齢80歳を超え、高齢化が進む中で必死になって被爆の実相を語り継いでこられました。また私たち長崎県民は、長崎を最後の被爆地にという切なる願いを込めて、あらゆる機会を通して原爆の悲惨さと非人道性を世界の人々に伝え、一日も早い核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現を訴えてまいりました。しかしながら、未だ世界には人類を滅ぼしてなお余りある核兵器が存在し、我々の未来にとって大きな脅威となっております。また世界の各地域では、今なお緊張や対立が続くなど、世界の平和と安定の実現には至っていない状況にあります。こうした中、ここ長崎の地に、世界のあらゆる立場の国から科学者や政府関係者などが集い、議論が交わされ、その成果として長崎宣言が世界に発信されることは、核兵器廃絶に向けた大きな第一歩となっていくものと強く期待をしているところであります。どうか各国の指導者をはじめ、世界の皆様には被爆地長崎からの宣言をしっかりと受け止めていただきますとともに、ぜひ被爆地を訪問され、その肌身を通して被爆の実相を確かめていただきますよう、切にお願いを申し上げる次第であります。私たち長崎県民は、今回の会議を契機として、一日も早い核兵器のない平和な世界の実現に向けて、より一層努力してまいります。結びに、本大会のご成功と、ご出席皆様方の今後ますますのご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げ、歓迎のご挨拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。 Thank you very much。皆様こんにちは、日本語でご挨拶をさせていただきます。長崎市長の田上と申します。今鈴木先生からネクタイのご紹介があったんですが、プレゼントしたネクタイをお二人がつけてきていただいていることに大変、嬉しく思っています。その一方ですね、お二人のネクタイを見ながら、私はいつもネクタイをプレゼントする側で、自分がネクタイを持っていないことに気づきました。今日は同じネクタイをしてこれなかったことを非常に残念に思います。さて、今日のパグオシ会議、第61回のパグオシ会議世界大会、この後の特別講演をいただきます、キム・ウォンス国連次長、そして、木川田仁、外務政務官はじめ、多くのご来賓の皆様をお迎えして、開会されることを、大変嬉しく思います。そして、パグオシ会議のメンバーの皆さんを、43万人の長崎市民を代表して心から歓迎を申し上げたいと思います。そして改めて、この被爆から70年、そして、ラッセル・アインシュタイン宣言から60年、そして、ノーベル平和賞受賞から20年の記念すべき年の大会をここ長崎で開催していただくことに、心から感謝を申し上げたいと思います。長崎の町は、70年前の被爆の経験をもとに、被爆者の皆さんが、この経験を世界の誰にも二度とさせてはならないという思いを持った、そのことが、私たちの平和への活動の原点になっています。そのことを、ずっと訴え続けてきている町です。その中で、
広島と長崎だけがその経験を伝えるだけでは核兵器はなくなっていかないということも経験をしています。この経験は人類の経験であって、そしてこの問題は世界全体の問題であるということです。そしてそれはとにもなおさず私たち地球に住む全員にできることがあるということでもあります。パグオシ会議のメンバーの皆さんは科学者としてできることは何かということを探し求め、そしてそれを実行に移してきてくださった皆さんだというふうに思っています。そのこれまでの取り組みの中で部分的核実験禁止条約 PTBT や、そして核不拡散条約 NPT であったり、あるいは非核兵器地帯の創設など、さまざまな核兵器のない世界を作る取り組みに影響を与えてきてくださいました。そのことに改めてこの場をお借りして敬意を表したいと思います。そしてここ長崎から長崎宣言をこの会議の最後に出していただくことにも本当に長崎市民として感謝を申し上げたいと思います。私たちの町長崎は約450年前に港を開いた港町です。それから日本のそれからずっと長崎の中日本の中でも大変特殊な歴史を歩んできました。日本の国がまだ鎖国をしていた時代にも海外に開かれ、海外の人を受け入れ、海外の文化を受け入れてきた町です。その中でたくさんのことを学んできた町でもあります。一つは交流が平和を生むということです。そして同時に交流がさまざまな新しい価値を生むということも経験をしてきました。今回のパグオシ会議世界大会がここ長崎で開かれることで、ここから平和な世界の構築に向けてまた新しい価値が生まれることを心から期待しています。そして最後にもう一つ、長崎の町でよく使われる言葉の一つに、ノーモア広島、ノーモア長崎という言葉があります。と同時にもう一つ長崎で、大切にされている言葉があります。それは、ピースフロム長崎という言葉です。平和を長崎から、発信していこうということと同時に、長崎が平和を作ることのできる町になろうという市民の思いを表した言葉でもあると思います。今回のパグオシ会議世界大会がまさにピースフロム長崎の体現になることに改めて感謝して、そしてこの会議が成功のうちに終了することを心から願って、私の歓迎のご挨拶とさせていただきたいと思います。今回の開催していただいた、関わっていただいた全ての皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。長崎大学学長の片峰と申します。素晴らしいゲストの皆様、それから尊敬する科学者の皆様、ようこそ長崎、そして長崎大学へいらっしゃっていただきました。心より歓迎申し上げたいと思います。世界中から皆様をお迎えして、ここ長崎の地でパグオシ会議を開催できますこと、原爆被爆を体験した慶応のアカデミアでございます長崎大学にとりまして名誉であり、大きな喜びとするところでございます。70年前、1945年8月9日長崎医科大学が存在しました。まさにこのこの場所の上空で一発の原子爆弾が炸裂いたしました。そしてキャンパスと病院は瞬時に怪人と化し、900名もの学生、教職員、そして医療従事者が命を奪われたわけであります。その後生き残った先輩たちの努力により、長崎大学は復興を果たし、現在9つの学部を擁する日本に不可欠の総合大学として発展を遂げてございます。被爆の悲しい体験に基づき、長崎大学の教育研究の最
最も基盤的なミッションは核兵器の廃絶であり、世界恒久平和の実現にあります。まあ、特に被爆直後からの被爆者救済のための医療活動の体験は原爆後遺症外研究所に引き継がれ、世界をリードする被爆者医療と放射線健康リスク領域の研究人材育成にが展開されてきました。熱傷や急性白血病といった急性障害にとどまらず、さまざまな臓器の発がんのリスク、あるいは精神的影響など、被爆者の健康を生涯にわたって苛み続けることを明らかにし、原爆の非人道性を示す科学的根拠を世界に発信し続けてまいりました。また広島、長崎の被爆者、チェルノブイリをはじめとする世界の被爆者の医療に貢献するとともに、福島の原発事故にあっては福島県民の健康リスク管理に中心的な役割を果たしてまいりました。2009年のオバマ大統領のプラハ演説を大きな契機に、長崎大学は核兵器廃絶に向けた社会科学的なアプローチを強化し、核兵器廃絶に向けた世界の潮流の中でより積極的な役割を果たすことを決断し、3年前2012年4月核兵器廃絶センターレクナを創設いたしました。世界で初の核兵器廃絶を関する本格的な研究組織であるというふうに考えております。まあ、今回のパグオシ会議の事務局長である鈴木達次郎博士が現在のレクナのセンター長でございます。発足が3年、レクナの活躍は素晴らしいものがあります。被爆地長崎のシンクタンクとして大きな役割を果たすとともに、本年6月の NPT 会議におきましては、3年間の研究成果である北東アジア非核地帯構想を政策提言として世界に発信いたしました。長崎原爆から70年が経過しております。まあ、これまで核兵器廃絶の象徴であり、その存在をもって核兵器廃絶の潮流をリードしてこられた被爆者の皆さんの平均年齢は80歳を優に超えております。被爆者の体験や思いを共有し継承し、核なき世界の実現を担ってくれる次世代人材のを育成することも被爆士のアカデミアとして大きな役割であるというふうに考えております。今多くの若者が主体的にレクナに結集し、学び、議論し、発信し、そして世界の若者との交流を開始しております。まあ、大変心強く思っているところでございます。ラッセル・アインシュタイン宣言から60年、世界の構造は大きく変容し、私たち人類はさまざまな地球規模課題に直面しております。生命科学や情報科学の驚異的な発展に伴い、科学と人間社会の関係はますます密接となり、そして複雑化しております。科学技術が実現する便利さや豊かさに対する社会の期待は増大するとともに、社会が巨大なステークホルダーとして科学者の前に立ち現れております。まあ、一方で科学技術の進歩そのものが地球や人類の持続的発展の阻害要因の一つとなっていることも事実でございます。戦争の危機は減ることはなく、次々に開発される新鋭兵器により戦争が有する非人間性は増大しております。ニューヨークでの NPT 会議の結末を見ても、未だ核兵器廃絶への確たる道筋は見えております。今ほど科学者に高邁な世界観、あるいは倫理観が要求される時代はないのではないでしょうか。60年前と比べてもパグオシ会議の役割はますます大きくなっていると思います。今回の長崎会議が
核兵器廃絶、あるいは世界平和の実現、そして地球人類の持続的発展に向けての大きな結節点となることを期待したいと思います。長崎大学もぜひともその一翼を担いたいと思っております。まあ、今回の会議が世界の科学者の皆様に長崎大学の思いや取り組みを知っていただき、今後さまざまな形で皆様と長崎大学の研究者との共同につながる契機となることを望みたいと思います。まあ、最後に、パグオシュ会議長崎大会の成功を心より記念しましてご挨拶といたします。ご清聴ありがとうございました。Excellencies, ladies and gentlemen. ご列席の皆様、ご参集の皆様、こんにちは。私は北和田仁と申します。外務省政務官を務めておりまして、私はこのパグオシュ会議に出席できてとても嬉しく思っております。ここ長崎で開かれておりますこのパグオシュ会議に出席できて、私は今回岸田外務大臣に代わって出席させていただいております。岸田外相もぜひぜひこの会議に出席されたいとおっしゃっておりましたが、しかしながらこれに参加することができない、抜けられない、どうしても抜けられない外交日程があって出席できないということで非常に残念がっておられました。もう今回この出席できないということ、これが残念でたまらないと、そして私にその外相に代わってご出席の皆様にぜひともメッセージを届けてほしいというふうにおっしゃいました。それではそのメッセージをこれから読ませていただきたいと思います。岸田外相のメッセージであります。アンバサダージャヤンタ・ダナパラ、プレゼントのパグオシュ会長、Professor Paolo Cottarabugino, Secretary General of Pugwash Conference, 事務総長、 Excellencies, ご列席の皆様、 Distinguished guests, ladies and gentlemen, First of all, まず最初に、 I would like to express my gratitude to President Danapara, and those who haveこの会合の開催に尽力された関係者の皆様に敬意を表したいと思います。パグオシュ会議はこれまでも核兵器の拡散を防ぎ、そして核廃絶の早期実現を目指す道筋と目標を見定めるために、さまざまな議論や提言を行ってきたと私は理解しております。したがってこの被爆から70年のこの節目に、ここ長崎においてパグオシュ会が開かれるということは、核兵器のない世界に向けた決意を高める上で大きな役割を果たすと思います。今や長崎は近代化を成し遂げ、この戦後です。そしてかつては焼け野原であったとは今では信じられないほどの発展を遂げましたが、70年前原子爆弾がここ長崎に、そして私の故郷広島に投下されました。そして20万人の尊い命が一瞬にして奪われてしまいました。その後も多くの方が後遺症に苦しみ、また亡くなっていきました。ご列席の皆様、今朝被爆者から講話を聴講されたことと思います。また平和公園や
原爆資料館、そして城山小学校などを訪れられた。そのように理解しておりますが、こうした経験を通して被爆の実相に触れられたと承知しています。核を使うということがどういうことを招くのかという、本日この場にも被爆者の方々がいらっしゃっていますが、被爆者の平均年齢は80歳を超えました。被爆の記憶を風化させてはなりません。我々は核兵器廃絶を成し遂げたいという被爆地、そして被爆者の強い思いを世代と国境を越えて継承していく必要があります。核軍縮と不拡散の日本の取り組みということについては、まずこの現実的かつ実践的な取り組みを着実に積み重ねていくことが不可欠だと思います。現在の厳しい安全保障環境を踏まえ、また目の前に存在する核リスクに対する冷静な認識を持った上で、現実的かつ実践的な取り組みが必要であると。その出発点として核兵器の非人道性に対する正確な認識が必要です。ご参列の皆様、この会議にはさまざまな国から政治家、専門家の皆様が出席されていますが、私は日本の外務大臣として唯一の被爆国日本の被爆地出身の外務大臣として、核兵器を含め世界のより多くの指導者に被爆の実相を知っていただきたいと考えており、引き続きこの積極的に世界の指導者に協力を呼びかけていきます。その中には核兵器国も含めてであります。日本は唯一の戦争被爆国として、この国際的な努力の中でも核のない世界に向けて、これまで国際社会の取り組みを主導してきました。我々は非核三原則を堅持し、また核兵器の不参加などどの国よりもよく知っていることから、このような努力を主導してきました。今年9月からは日本はカザフスタンと CTBT 発行促進調整国を務めます。包括的核実験禁止条約の発行促進調整国を務めます。さらにまた来年は G7 の議長国として、この4月には広島で G7 外相会合を開く予定です。日本はこのような取り組みやさまざまな国際会議の機会などを通じて、核兵器国と非核兵器国双方の協力を引き続き求めつつ、核兵器のない世界の実現に向けて一層の努力を積み重ねていきます。皆さん、残念ながら今年5月に行われた核兵器不拡散条約 NPT 運用検討会議では最終合意には至りませんでした。将来の核軍縮不拡散の指針を示すことができませんでした。しかしながら我々は核兵器のない世界に向けた取り組みを怠ることは決してありません。
Japan has submitted a draft resolution entitled United Action 核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意のもとでの共同行動と題する決議案を国連総会第一委員会に提出しました。被爆70年というこの年に私たちは核軍縮を進めるためには核兵器国と非核兵器国が協力しながら具体的かつ実践的な措置を着実に積み重ねることが何よりも重要と考えているからです。新たな決議で核兵器廃絶に向けて取り組みを各国に呼びかけるものです。決議案の採択は明日以降に行われる予定ですが、日本としてはこの決議案を通じて核兵器のない世界に向けた機運を一層高めていきたいと考えています。今やるべきことは NPT 体制のさらなる強化に向けて努力し、次回の NPT 運用検討会議の成功につなげることです。2020年の NPT 運用検討会議が成功するようにと、日本はそのために引き続き最大限努力をしていきます。本年は被爆70年ということに加え、またパゴーシュ会議発足のもととなったラッセル・アインシュタイン宣言が行われてから60年でありますと同時に、パゴーシュ会議がノーベル平和賞を受賞して20年目の節目でもあります。今朝パグウォッシュ会議から被爆者をはじめとする被爆地取り組みに敬意を表し、パグウォッシュ会議が受賞したノーベル平和賞のメダルのレプリカが長崎と広島に寄託されました。今回両都市におけるこれまでの取り組みが世界から評価されたことを喜ばしく思います。このような節目の機会にこのような式典が行われることは、核軍縮不拡散の機運をさらに高めることにもつながると思います。ある被爆者が言いました。引用します。この人類の英知が開発した核の脅威こそ、全人類が生き残っていくために一日としておろそかにできない重大な問題であると、そのように述べましたが、私はこの問題はたとえ年月がかかろうとも人類の英知によって必ず解決できる問題であると信じています。ラッセル・アインシュタイン宣言では、世界の著名な科学者が名を連ねています。その中には日本のノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士も含まれています。平和に向けた科学者、市民の責任についてこのように述べられています。私たちの前には、もし私たちがそれを選ぶなら、幸福と知識の絶え間ない進歩があります。人類は緩みない科学の発達によりさまざまな課題を乗り越えてきました。核軍縮不拡散において我々が直面する種々の課題も必ずや乗り越えていける、そう思います。
本日ここにご列席の科学者、軍縮各社の専門家の皆様にはぜひ会議を通じて核兵器のない世界、そして幸福と知恵の絶え間ない進歩に向けた議論を含めていただきたいと思います。Happiness, knowledge, and wisdom. I wish you meaning, meaningful discussion in this coming 5 days, which will eventually be a fruit by sending successful outcome from here Nagasaki to the world. Thank you very much.ありがとうございました。それではここでこの、開会セッションを終えたいと思います。どうもありがとうございました。